アンディ4世を暗殺するラバイアックフランス王国の暗殺者。狂信的なカトリック教徒で、フランス王アンディ4世を視察した。アングレーム氏の近くで生まれ、6人兄弟で、父親が家族を捨てたため貧困の中で育った。信仰心が厚く修道士になることを希望し、不意安派に入会して厳しい修行をしたが、幻覚を見るようになって、 数週間で退会させられた。そのため、イエズス会に入会を希望したが、断られて落ち込んだ。その後、アングレーム市の裁判所で初期をして、疎遠になった兄弟の代わりに年老いた母親を養っていたが、近くに住んでいた父親と兄弟が窃盗の門で告発されたため解雇され、注射係と地元の子供たちに、読み書きとキリスト教の教義を教えることで生計を立てていた。 1609年にアンリ4世に越見しようとパリに出かけ、ルーブル宮殿に3度も足を運び3度も護衛に追い返された。異端者を亡き者にせよという神の声を聞くようになり、翌年パリに出た。1610年5月14日、パリ市内を通行中に乗っていた馬車が立ち往生したアンリ4世を視察した。その場で捕らえられ、コンシェルジュリーに投獄された。 ラバイアックの背後にある黒幕を暴こうと、尋問、拷問が続いたが、ラバイアックは、組織的な陰謀であることをカくクに否定。パリ高等法院は単独犯として、死刑を命じた。1610年5月27日、ラバイアックは、コンシェルジュリーを追てた後、ノートルダム大聖堂前で、公開陳謝してグレーブ広場で、八つ咲きの刑となった。遺体は見物していた。 大観衆によって切り刻まれた。ラバイアックの両親は国外追放とされ、ラバイアックの親戚は性を変えさせられた。ありがとうございます。